都議選前最後となる都議会定例会は今日閉会しました。石原知事が1日の所信表明で都民に未来への希望を取り戻すとした1349億円の補正予算案など計26議案が可決されました。補正予算案は国の経済対策に対応するもので、外環道などのインフラ整備や中小企業支援が柱となっています。また産業労働局の佐藤博史局長を副知事に起用する人事案は自民公明の賛成多数で同意が議決されました。これに伴いオリンピック招致担当の副知事が退任することなどから、都議会民主党は状況を無視したいきなりの提案として同意しませんでした。この後石原知事は明日から新しい副知事となる佐藤氏に辞令を交付しました。佐藤氏は産業労働局長として新銀行東京の経営再建などに尽力していました。責任の重さをですね、ひしひしと感じているというのが実感ですね。しっかり知事を補佐していきたいなと。佐藤氏は引き続き新銀行の再建を担当するほか、オリンピック招致や環境対策などの重要課題を担うことになります。